第8章心の力を証明する観念運動心に思ったことが簡単に実現するなどというのは全くのデタらメであると一般には考えられていますしかし実際には心に思ったことは実現するという心の力の存在を実験で証明することは比較的簡単にできますここにに簡単に 心の力を実験で証明する方法を示しますので実行してみてください。1振り子テストシュビリウールの魔法の振り子5円玉の穴に 30cm くらいの糸を通して簡単な振り子を作ります5円玉でなくても糸を通して振り子が作れるものなら何でも構いません画用紙に直径 10cm くらいの円を描き この中に十字を書きます。この振り子の糸を親指と人差し指の先で軽く持ち振り子の先の五円玉を机の上に置いた画用紙の十の字の中心の1トルくらい離れた真上にくるように吊るします肩や腕や指の力を抜きゆっくり呼吸してリラックスしこの五円玉を見つめて心を集中します五円玉が左右に揺れる左右に揺れると 何回も心の中で念じるように強く唱えますすると五円玉は自然に左右に揺れ始めます。この時五円玉を意識的に揺らそうとしたり止めようとしたりしてはいけません。あくまで五円玉の動きに任せるようにします。さらにもっと大きく揺れるもっと大きく揺れると心の中で唱えると五円玉は さらに大きく揺れますし、もっと小さく揺れる、もっと小さく揺れると唱えれば揺れは小さくなります。五円玉が前後に揺れる、前後に揺れると心の中で唱えれば前後に揺れます。さらに五円玉が右に回る、右に回ると唱えれば右回りに回転しますし、左に回る、左に回ると唱えれば左回りに回転します。 五円玉は心の命ずるままに一人でに動いているように見えます。これはシュビリウルという人が考案したもので魔法の振り子と呼ばれ一見神秘的な力が働いているように見えますが実は無意識に指先を微細に動かして自分で五円玉振り子を振っているのです。これを心理学的には関連運動と呼び 心に念じたことを無意識に行っているのです。別の言葉で言えば自己暗示に反応しているということになります。心に思ったことを行っているという意識なしで行っているのです。この振り子による暗示は、催眠術の導入によく使用され、催眠術を受ける人が暗示にかかりやすくなるようにします。にたちくらいのち倒せ法テスト。 壁を背にして約10センチメートル離れて、まっすぐに立ちます。両方の足は平行に揃えて、目を閉じて、ゆっくり深呼吸しながら、体の力を抜きます。この時、後ろにぐんぐん引っ張られて倒れると、心の中で強く念じると、本当に後ろに倒れるようになります。倒れた時、壁で頭を強打しないように注意します。 倒れない時は目を閉じたまま顔を上に向けますこうするとより簡単に後方へ倒れるようになりますこれも観念運動でもともと不安定な後方に倒れやすい体位で自分の心に後ろに倒れようと念じると念じたことすなわち自己暗示した内容が無意識に行動に出てくるのです暗示を与えるすべ者がいる催眠術では 右図のように、滑車者が後ろに立って倒れると支えるようにします。この方法も、催眠術の導入によく使用され、催眠術を受ける人が暗示にかかりやすくなるようにします。三腕の加工テスト椅子に座って目を閉じて深呼吸しリラックスします。右腕を、まっすぐ前方に伸ばし、手のひらがだんだん重くなってくるとてもとても重いと、 心の中で強く念じますすると手のひらが重りでも持っているかのようにだんだん重く感じられるようになります次に手のひらがだんだん下がってくると心に念じると手のひらがだんだん下へ下がってきます普通に右腕を前に伸ばしていてもその重さで下に下がりやすい状態で腕が下に下がるという暗示をかけると腕がだんだん下がってくるのです これもも念運動ででです。す。左手でも同様ですこの関念運動は123の順に難しくなりますしかしリラックスして繰り返し試みているとほとんどの人ができるようになりますこれは驚くべき現象です要するに心に強く念ずれば自己暗示の示す方向に無意識に 体が運動を起こす現象が存在することが理解できます。ですから病気が良くなると自己暗示すれば心の力で病気が実際によくなる方向へ体の状態が変化していく現象が存在することが証明できるのです。しかしストレスだらけで心が集中できない散乱した精神状態では 病気の治癒を心に念じてもあまり効果は上がりません。病気治癒に役立つようにするためには心をリラックスさせる必要があります。観念運動は心がリラックスした状態ではより起こりやすくなることが証明されているからです。これを心理学の用語で非暗示性が高まるといい暗示にかかりやすくなる状態を示しています。催眠術では 催眠をかけるすべ者が催眠術を受ける被験者に対してさまざまな方法で働きかけてその意識状態を変化させ被験者が暗示を受けやすくします一方催眠をかけるすべ者がいない自己暗示では自分で暗示を受けやすくなるような意識状態を作り出し自分で自分に暗示をかける必要があります通常の意識状態を覚醒状態と言いますが 催眠によって誘導される意識状態は覚醒状態でもなくまた眠ってしまった睡眠状態でもないちょうど中間に位置する意識状態ですこのような覚醒と睡眠の中間の意識状態では心はリラックスしており非常に暗示を受けやすくなる意識状態になりますこの意識状態を変性意識状態またはトランス状態トランスと言います 座禅などの宗教的瞑想、気候、ヨーガは、比較的容易に変性意識状態を作り出すことができます。気候やヨーガは、それ時代の運動による身体的病気治療効果と、変性意識状態での自己暗示による精神的病気治療効果の両方が期待できるのです。しかし、 自分自身で暗示を受けやすい変性意識状態を作り出し治療効果を上げるためにはある程度の段階を踏んだ精神的な意し心理的トレーニングが必要です。そのの第一段階は、心をリラックスさせるための自立訓練法です。